アメリカのバイデン政権と中国の外交トップによる初めての対面での会談が始まりアメリカは人権問題などを挙げ中国を激しく批判しました。 アメリカのブリンケン国務長官は中国によるウイグル族などへの弾圧を単なる中国国内の問題ではないと非難しました一方、中国の楊潔チ政治局委員はアメリカは独自の民主主義を他の国で推し進めるのをやめるべきだと批判しましたこれを受けブリンケン氏は日本や韓国との会談にも触れ あなたの発言は他の国から聞いたこととは大きく異なると反論しました。